前回までのあらすじ、劣勢となり、ついに連続任務の命が出された全地球防衛機構軍、狼気も真っ青なブラックさに絶望するも、今日も今日とて戦場に赴くのだった。急に真面目なあらすじやめてもらえます？はい、ということでどうも皆さんこんにちは、EDF 所属、注意のミグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今回も地球防衛軍5をやっていきましょう。ミッションを説明します。マザーシップがテレポーションアンカーを射出。このエリアにも、間もなく到達する見込みです。市街地への被害が懸念されます。各部隊は、付近に落下するテレポーションアンカーを破壊してください。それでは、幸運を祈ります。塔が落ちてくるぞ！テレポーションアンカーだ！うおお、空から降ってきた。テレポーションアンカーを確認しました。すぐに破壊しろ。ミッション68、巨塔落下。あれはビッグアンカーだと思われます。多種類の怪物を出現させるため非常に危険です。すぐに破壊してください。市街地に降ってきたテレポーションアンカーを破壊するミッションです。ビッグアンカーを攻撃しろ。広範囲にテレポーションアンカーが落下している。注意しろ。ビッグアンカー、テレポーションアンカーの上位版か。しかもこんな市街地で、厄介ですね。まあ地球防衛で厄介じゃないことの方が少ないけどな。いっそ市街地ごと壊します。ダメだからね。落下してくる物体があります。また来るぞ、大型のやつだ。ビッグアンカーまた来るのかよ。一つ壊したと思ったら補充してきたな。ビッグアンカーを破壊しろ。まったくもう、空から降ってくるの地味に怖いんですからね。そういうの考慮してくださいよプライマー。そうクレイムじゃん。やはり地球を侵略する以上、個人への不安は考慮すべきですから。そもそも地球を侵略してる時点で意味ないんだよな。とにかく、今のままだとアンカーの場所がわからない。まずはビルに登ってアンカーの把握をしますか。一瞬だが、蜂の奥にアンカーが見えたな。狙撃をしたいですが、まずは蜂を倒さないとですね。対空射撃、対空射撃。ほら味方隊員も早く対空射撃って言って。チアタツじゃないんだから。狙撃するときはみんなで言わないと敵に失礼ですからね。急に謎の文化を持ち込んでも困るんですけど。だからマリサも早くチアタツって言って。乗っ取られてますけど。うおお、射撃射撃。360度すべて蜂。ハンドキャノンですべて砂漠機。あっ、痛い痛い、撤退します。手のひら返しが早すぎる。さすがに敵の密度が濃すぎる。一回ここは引き打ちしながら対処しましょう。フェンサー、対空戦力の処理が弱いのが欠点だよな。対空用のいい武器支給してくれませんかね。SNS とかで募集かけてみますか。ガーパングッズ交換じゃねえか。これで誰かから武器を譲り受けることができそうですね。そんなんで来るとは到底思えないけどな。って普通に弱み流出しようとしてない？よし、ビッグアンカー撃破。あとは残った敵を倒すだけですね。味方も残ってるし、ここからは数で押せそうだな。一匹ずつ丁寧丁寧丁寧にさばいていきましょう。落下する物体を確認。落ちてくるぞ。おいおい、またアンカーが降ってくるんですか。そう簡単には帰れないな。アンカーを攻撃しろ。これ絶対プライマー側が帰らせないようにしてるんですって。これはこっちも対抗してここを丸ごと滅ぼさなきゃ。お前のその滅ぼしたい欲求何なの。我々は大きな困難に直面しています。地球上のエイリアンは増え続け、反対に人類は減り続けています。我々は少数民族になろうとしているのです。まもなく地球人という言葉はエイリアンを指すようになるでしょう。その時人類はどうなるのか。我々は彼らに許しを乞い、許された一部の土地だけで細々と生きる道を模索せねばなりません。たとえそれが屈辱の道であろうとも、地球の先住民族として我々は生き延びねばならないのです。まあこのまま行くと確実にそうなりますね。もうそんなところまで来てるのか。まあそうならないように私たちが地球を防衛してるんですけどね。人の思いが生き続ける限り、私は防衛し続けますよ。なんだかんだお前も EDF らしさが板についてきたな。なのであの政治家は黙らすしかないですね。悪い部分も受け継いでない？冗談ですよ冗談。EDF ジョークですよ。伊達にプライマー相手に戦ってませんからね。こういうジョークの一つや二つ出てきますよ。冗談にしてはなかなかブラックだったぞ。こういうことやってると、市民から感謝されたりもするんですよね。そういう感謝の積み重ねが土壇場で生きたりするんです。まあ個人としてはかなりの戦果を上げてるからな。そういう時のお礼にさっきのジョークを言ったりするんです。市民ドン引き不可避。そんなことを言ってたらあっという間に最後の一匹、味方が勝手に倒してくれそうですね。作戦完了。素晴らしい戦果でした。落下地点の中で市街地の防衛に成功したのはここだけです。え、ちょっと待って、今防衛に成功したのここだけって聞こえましたけど、どうやらそうみたいだな。マジか、マジっすか。
今回も新武器が出たな。やった、盾の強化版ですよ。しかもレベル34、即戦力ですね。これで戦いやすさが上がるな。SNS で募集した成果ですね。そのおかげではないと思う。お、そろそろ次の戦場ですね。駆除を始めるぞ。敵はベータ型だ。ミッション69、大いなる海魔、市街地に侵入したクモたちを返り討ちにするミッションです。市民もまだ普通にいるな。まずは避難を最優先しないとですね。市民の皆さん、こっちに避難してください。さもないとあなたたちを肉の盾にします。およそ人類側とは思えない発言。巨大な個体を確認。でかいのがいるぞ。高すぎる。10倍はあるぞ。ちょちょちょ、糸が、範囲が桁違いですって。何かいつもより大きいクモがいたな。データの収集が必要です。直ちに駆除してください。うわ、でっけえ。あれボスですよ。クモのボスですって。ついにボスのお出ましか。巨大な怪物を攻撃しろ。巨大な怪物は高い戦闘力を持っているようです。だってよ、どうすんだ。こういう時は先手必勝。向こうが攻撃してくる前に全力で狙撃する。巨大なベータ型を撃破しました。あれ、なんか思ったよりもあっさり倒せましたね。まだ怪物がいます。巨大な奴は一体ではないのか。厄介だな。もしかして私、想像以上に強くなってる。自分でも気づかないうちにとんでもない戦闘力手に入れちゃってる。武器の火力が上がってるだけだと思うけどな。いや、この武器結構タイプ1とか加算する系なので。ポケモンかな。近づいてきてる。撃って。巨大な怪物を駆除。よしよし、2体目も無事倒せましたね。あのでっかい木も、思ったより大したことないな。へ、見かけだけ強そうに見せやがって。お前なんてケチョンケチョンのヌチョンヌチョンだ。なんか粘り気増えてね。遠くにデカクモを発見。あれだけでかければ当ててくれと言ってるようなものですね。おら、技術力による射程の差を味わえ。お前らだけが遠距離攻撃できるわけじゃないんだぞ。どうやらその奥にも別個体がいるみたいだな。そんなに言っても何も出ませんよ。止めてませんが。ちょちょちょ、クモの数多いって。もうこれクモの方が10人でしょ。ビッグダディも真っ青だよ。巨大ベータ型を撃破。これで3体目ですね。ミニマップが赤点まみれだな。以後、巨大なベータ型をキングと呼称します。ほほう、キングですか。まあ親玉っぽいしな。奴はキングと呼ぶにふさわしい戦闘能力を持っているようだ。十分に注意しろ。クモの注意は味方隊員が引いてくれている。今のうちに叩き込め。キングを撃破。よしよし、倒せましたね。キングの駆除に成功。無線の間隔が短すぎて喋りにくいですね。けどキングの駆除には成功したみたいだぞ。そんなことより私の喋りの方が大事。初登場の敵をそんなことよりでかたすな。そんなことを言ってたら残る敵は4匹。アイテム回収も済ませたしさっさと倒しきるぞ。けどこれ倒しきったらまた次の任務に行かなきゃいけないんですよね。まあ、人員不足なのは変わらないからな。一体だけ残してサボりません。普通にダメですけど。だってこれ倒したらすぐ次の戦場ですよ。これ以上戦い続けるのはさすがにブラックですよ。ほら、死の後の言ってないでさっさと倒せ。恐ろしい怪物だ。キングは一体どこから来た。てことで今回のミッションも無事クリア。キング、大きいだけで見かけ倒しでしたね。アイテムはたくさん回収できましたが、新武器は…いや、あったわ。リバイアさんと方向安定化装置か。方向安定化はエイムが合わせやすいのでありがたいですね。リバイアさんは…あれ、鍛えた？くそ、攻撃が効かないぞ。大将、いつもいいところに来やがるな。こいつら、桁違いに強いぞ。退却はやめだ。武装のところに戻る。このままでは全滅だ。ミッション70、空戦機。謎のドローンを倒すミッションです。ユーソーはまだ生きてる。見捨てられない。なんか色が赤くて強そうだな。ユーソーは線路の上だ。ついに連続で3ミッション目。老気もちょっと引き始めるレベルに突入しました。今までは1本で1ミッションだったから、人員不足の深刻化がすごいな。この動画を見てる方々強制調整できないですかね。どこから調達しようとしてんだ。ようやく一気撃墜。これだけ時間がかかるとなると強化隊なのでしょうか。まずは取り残されてる軍曹と合流しに行かないとな。前か。てことで無事軍曹と合流。俺たちの武器では、ドローンの装甲を破れない。レールガンを使おう。レールガンって、あのレールガンですか。最初の戦闘で乗務員がやられた。部隊はレールガンを放棄して撤退したようだ。それを探す。どうやら乗り捨てた兵器っぽいな。近くにトラックが乗り捨てられていた。それを使って移動しよう。
絶対に渡したくない。そうだな。今回持ってきた武器は先ほど手に入れた銃キャノン砲、レールガンなどなくてもこれがあれば。乗り捨てられたトラックを見つけよう。重いせいかエイムがブレる。当てるのは大変そうだな。これもきっとプライマーの陰謀でしょう。お前のエイム力がないだけでは。プライマーの陰謀、至る所に存在してますからね。ベンサーがレールガンに追行していたはずだ。無事だといいが。どうやらレールガンはベンサー部隊と共にいるみたいですね。あれ、なんか近づいてきてないか。ほんとだ、近づいてきてる。人参とかあげればいいんですかね。そんなモルモットみたいなノリなの。ちょちょちょ、攻撃範囲広いって。味方隊員が集中攻撃されてるな。イルミネーションみたいで綺麗ですね。攻撃されてますけど。というか、このキャノン砲重すぎてほんとエイムが合わない。ブレッブレだな。真面目にやってこのエイムですよ。攻撃で動きが止まってる。チャンス。お前たちは強い。よしげっつい。ちゃんと丁寧に狙えばなんとかなりそうだな。味方の弾末魔が聞こえましたね。まあさっき集中砲火を食らってたし。これが聞こえたってことはそろそろ夏ってことですか。それじゃねえよ。最後の味方がやられた。ここからは私一人であいつらと戦うのか。レールガンの近くにいる味方とは合流できてないしな。ここは EDF の地へ、建物の間に隠れて狙撃する作戦を実行する時ですね。今まで何度も助けてもらった戦略だな。これをやるだけで宝くじ当たって彼女できますからね。秒でバレる。嘘をつくな。隠れてちまちま狙撃するだけなので倍速で。狭いからエイムも合わせやすいな。よし、一気撃墜。このドローンは圧倒的な戦闘能力を持っています。たった数機で歩兵部隊を壊滅させるほどの。人類を抹殺するためにこんなものを作り上げたか。エイリアンは勤勉に働いているようだな。この殺戮マシンを以後インペリアルドローンと呼称します。ちげえよ、本部が無能なだけですって。そんなジョークを言ってる暇があったら新たな武器を開発してくださいよ。そろそろプライマー側の技術力とかをこっちに応用してほしいよな。そろそろ私も尻から糸出したいですよ。そこは忠実にしなくていい。そんなことを言ってたらなぜか味方が復活してますね。お前たち、ドローンにコテンパンにされたはずでは。多分死んだふりとかでやり過ごしたんだろうな。つまり無限に肉の盾にできるってことですか。その心とかないんか。とにかく、ここで味方がいるのはありがたい。回復して反撃といきましょうか。インペリアルドローンを発見。こちらに気づいてない様子なので、先制攻撃といきましょうか。当たってませんけど。なんで当たらないんですかね。当たらないも何もエイムの問題ですけど。星座占い再開だったからですかね。占いにそこまでの力はない。冷静に、狙いをつけて。よし当たった、戦闘開始。これでやっと戦えるな。正直さっきの当てた時点でもう満足してます。戦闘残ってますけど。いやだって、本当に当たらなかったんですから。3分くらい普通に当たりませんでしたから。狙撃に関してだと火力よりエイムのしやすさの方が大事だな。私のエイム力のなさがここで出るとは。誕生時にエイム力を胎盤に残してきたばっかりに。そんなものを母体に残してくるな。敵が真上に来た、これなら狙える。痛い痛い。アーマーがとんでもない勢いで溶けてるって。満タンから一気に残りアーマー175。すごい火力だな。もしかしてだけどあの敵強い。もしかしてもしかしてあの敵強い。てかもしかしなくてもあの敵強かったりする。動揺が言葉に出てます。まともに戦うと普通に負けますねこれ。真正面からは戦わず、ちまちま隠れながら削っていきましょう。ひどい雨だぜ。奴ら雨に紛れて襲ってきたんだ。雨でもドローンのセンサーは鈍らない。大した性能だ。エイリアンは水の多い星から来たのかもしれないぞ。水が多い星って、そもそも水がある惑星自体がレアですが、雨が降るくらい水が多いとなると、それこそ地球に似た惑星になるよな。ってことは、少なくとも太陽系の外側の敵ってことになるんですかね。もしかしたら地球そっくりの星があったりしてな。ってことは無能本部もその星にあるってこと。無能をデフォルトにしないで。よし、一気撃墜。やはりドローンは裏路地に誘い込んでの格好撃破が安定しそうですね。ここは幸い市街地だし、裏路地には困らなさそうだな。このまま残る2機も撃墜しちゃいましょうか。よし、オッケー。ここが死に場所かと思ったが、また命を拾ったようだな。ってことで今回のミッションも無事クリア。いやー、今回は久々に危なかったですね。インペリアルドローン、今後は対策必須だな。畜生かっこいい名前つけやがって。それは関係なくない？おっと、新武器はありませんでしたね。新たな敵を倒したのにこれとか、しょっぱいですね。まあゼロじゃないだけマシと思うしかないな。ってことで、今回はここまで。また次回も見てくれよな。